起きてんだ。一番、お前何歳だ？43歳だ。ナンバーは？確か41かな。歳な。年なんて関係ねえ。ロドってのはねえついだ、ねえつい。ねえついね。やられてはあるチェンだ。まだまだまだ若いやつに負けねえよ。あなたお酒臭いですよ。そういった方は斡旋しかねますんで、まずお酒をやめて後日改めて来てください。わかる。こんなことも二度と来るなんだよ。次の方。はい、よろしくお願いします。現住所がグランですが、今住むところがなくて、でも仕事は真面目にやります。酒も飲んでません。では今回は特別に決定か。ご実家の住所を書いといてください。えなんだ。あでもその実家もないんですよ。いわゆる路上生活ということですね。では自立支援センターの方に行ってください。何ですかこれ。健康診断の技能講習が受けられますんで。いや俺が紹介してほしいのはこういうのじゃなくて仕事なんですよ。現状では宣伝しかねます。規則ですので。お願いしますよ。頑張ります。無理です。規則ですね。はい、次の方。ちょっと待ってくれよ。もう少し話しよう。おい、さっさと動けよ。Okay, so that's enough. どうだ熱意は伝わったか。全くだよ。俺も門前払いだ。捨てる神はいても拾う神はいないってこと。ハハハ。That's a good phrase. どうだい、見捨てられたもん同士。その辺で仲良く飲まねえか。お前と一緒に住んでいい。ハハハ。母漏れの飲んでんじゃねえ。消しやがって。こんなんなんだったら。魚でも釣りに行ってる方がマジだったぜ。トントンが出したい。腐るなよ。他に方法がある。諦めちゃダメだ。あんたたち仕事探しに来たのかい。ああ。だけどホームレスには宣伝できねえと思う。それが何気だねえ。でもそれじゃ困るだろう。そりゃ何言ってるさ。でも仕方ねえ。でも見たところあんたたち根は悪い人間じゃなさそうだな。お世辞なんていらねえよ。でもありがとう。今夜ちょっとしたバイトをしないかい。あれ？といても雇い主は私じゃないよ。桜川の向こうにスナック街があるんだが、そこにハーバーライトっていうスナックがあってね。ママさんが今夜一晩だけバイトを探してるらしい。スナック一体何すんの。さらに詳しくは知らんが、仕事をこなせば5000円ほどくれるみたいだよ。5000円はありがてえ。行ってみるか。ああ。ありがとうな、おっちゃん。じゃあ。ちょっと、こんなところで安心しないでくださいよ。何のことだ。見てましたからね。規則違反ですよ。まあ。規則や法律の中だけでは救えない人間もいる。これくらいは許
許されることさ。いつも勝手なんですから、所長は。おほう、sneaky sneaky。Well, he's breaking a little bit of the law, so he can help us. That's acceptable. Cheap plastic? Is that nothing? Oh, we can do that, okay. Thank you. So we weren't allowed to cross the streets. Let's get free money. Threatened Ben. Another one? Bakami time. ありがとうございました。
あ、ですよね。Well, it seems we have to fight.紹介されてきたんですけど。え？ハローワーク？私が頼んでおいたのさ。ハローワーの勘弁に用心棒よこせってね。ちょっと、ハマコさん、勝手なことしないでよ。そんなの払うお金ないわよ。5000円で命張ってくれるなら安いもんさ。2人もよこしてくれるなんて、勘弁も気が利くね。ちょっと待ってくれよ、用心棒、命を張るって一体何の話だ。俺らに何させる気だ。一から説明してやるよ。こっち行きな、坊やたち。川沿いに店が並んでるだろ。全部ここと同じようなスナックさ。この辺りの店はもう何十年も泥棒にあっててね。泥棒？泥棒って言っても盗むのは金じゃないよ。奴らが盗むのは電気さ。通って電ってやつ。あの電線を見てみな。この電線はずっと昔に奴らが勝手に張ったものさ。奴らって誰だ。あれって本人じゃねえか。本人なんだそれ。話したろ。偉人さんの一つ、韓国マフィアだ。コミジュールって名前の組織なんだ。いや、連中に名称はね。コミジュールってのは、あの場所そのものの名前だ。じゃあ、それがそのまま通り名になったってことか。そういうこと。ここいらのスナックは、ずっとコミジュールに電気を使われ続けてんのさ。その電気代だけで、1店舗あたり月数万円あるよ。もちろんコミジュルは払ってくんないから店が負担してんだよ。犯人がコミジュルって分かってんだろ。こうするやんじゃねえか。とりあえず泥棒だから、まず警察に連絡だ。ではどこだ。それができるや誰も苦労しないだろう。ではな、わざわざ。まあ、そうだね。え、なんだだよ。窃盗だぜ。警察様の出番だろう。警察は取り合わねえよ。コミジュールのアジトに行くなんてやべえことするはずがねえ。やべえこと？どれくらいやべえことだよ。生きて帰ることはまずないね。また大げさな。大げさじゃねえ。コミジュールに近づく人間はヤクザ、マフィア、警察関係なく片足から消えてくる。片足から言うなんて墓場みたいなところだぞ。人さんの他の連中だってあそこに近づくのが嫌がるくらいだ。Sounds more exciting。 コミジュルにいねえよ。知り合いたくもね。そっか。じゃあコミジュルから離れたところでそいつらの誰かを見つけ出したから。あそこから一歩でも外に出たら誰が誰だかわからねえ。バッチつけてるわけでもねえ。コミジュルの連中ってのは偉人さんでもひときわアンダーグラウンドの存在なんだ。なるほど。町じゃあってもわからねえ。会いたきゃあそこへ行くしかいねえ。で、行けば死ぬのは間違いなし。ではというわけで、わざわざ、これは諦めてもらうしかないぜ。そんな簡単に言わないでくれよ。こりゃ死活問題なんだ。そうだよな。なんかいい手がねえもんかな。ほら一番。お前何言ってんだよ。関わるのやそうぜ。だったら電線切っちまえばいいんじゃねえ。コミジュルが勝手に貼ったもんだったし。バカいな。だよね。だから昨日切っちまったとこだよ。え？
何してんだよ、ババ。すみません。私も止めたんですけど。ママはね、そんなことしたら、どんな仕返しをされるか分かんないって泣いて止めるんだけどさ、今までもずっとこの繰り返しで、ついに昨日、堪忍袋の尾が切れて、ブチッとやっちまったのさ。私も年かね。年のせいにすんじゃねえよ。どうするつもりなんだよ。そこんとこは、あんた方に頼みたいわけさ。ふざけんなよ。そんで、やったのは昨日だな。コミジュルからのは。今日はママが出勤したら、こんなもんが店に放り込まれててな。今夜中に復旧しろ。電線を直せってことだ。もし直せなかったらどうなる。そうね。あいつは姿も見たことねえ連中だし、連中の言ってることが落としじゃなけりゃ、なんか仕掛けてくるかもしんないね。来るかもしんないねって、絶対来るさ。あのな、ばあさんが自分の大事な店を手伝いたい気持ちはわからんでもないけどさ。さすがに邪魔すぎ。自分の店？私はここの常連客だよ。ママの子も思って用心棒を手配したってわけさ。はあ？どこまで勝手なババアだ。とにかく冗談じゃねえ。俺はコミジルと関わり合うのなんて絶対にごめんなさい。絶対にだ。そうかい。嫌ならお帰り。星の抜けたボディーガードに払う金はないよ。ああ、そうかい。こっちから出かけ先だ。おい。帰るぞ。すみませんでした。本当にお騒がせしました。あんた、これからどうするつもりだ。電線をまた引き直して、それでも揉めたら、誰かにお金を借りて、示談なりなんなり。そんなのやめときな。あたしは納得いかないよ。うるせえばは。そもそもてめえのせいだろ。ばあさんの言う通りだ。納得いかないな。ああ泥棒された上、その泥棒にまた金払うなんてありえねえ。バイト代は5000円だったな。ああ、それがママの出せる限界でね。でも。構わねえ。俺はやるぜ。マジかよ。ちょっと待てよ。仕事を選べる立場じゃねえんだ。人助けして金までもらえるから。願ったりかなったりして。いいこと言うじゃないか。あんたはちょっと違うと思ったよ。誰かさんと違って。こんばん。本当にいいんですか。ええ。男に日本語ね。俺たちで引き受けるぜ。ちょい待ち。俺たち。俺も入ってんのか。ママ。やる気のねえやつはお荷物だ。嫌ならお帰り。分かったよ、もう。やるよ。やるでいいんだろうか。よし。話は決まったね。心強い用心棒が2人もいるんだ。営業開始といこうじゃないか。まあ。5000ポチで命かけろって言われてんのぞ。そう言うなよ。死ぬと決まったわけじゃねえ。全然もよ。おかしいと思わないか。コミジュルってのは、あの建物の中に閉じ込め何十年もそうだ。そんな奴らが今更電線を元に戻せて、客のいるスナックにわざわざ乗り込んでくると思うか。じゃあ。このメッセージはただの脅しってことだ。俺はそう睨んでるぜ。一人上の人間はコミジュルを恐れてる。それはコミジュルは分かってる。
こんなもん投げ入れられたら、普通はビビってすぐに言うこと聞くのが普通さ。だから石黒を投げて落として、送電戻すの待ってるんだ。戻したかなんて確認もいちいちしねえさ。もし確認しに来て、そのままほっといたら。おやお前、もう一個また投げに来るからな。俺たちはずっと戻さないって決めたんだ。今はそれですでも、いつか乗り込んでくるかもしれない。だからよ、一番。おいしっころで住んでる今のうちに、これは脅しだけだって。ママとパーさんほっといて。聞こえてる。たか。地獄組はみんなばあさんだぜ。どうしたどうした。いや、あれ。誰もいねえじゃねえか。いや、さっき人影が。いらっしゃいませ。お客さん、うちは初めてでしたっけ？まあ。あの男、ハローワークでってやつだ。本当だ。無職のくせに目を見合ってやがって。酒飲んでる無償と男に100万もくれてやるほど人よしじゃねえ。そうかよ。お前に声かけてきたらどんなやつだった？顔は似たんだろ？さあ、覚えてねえよ。てめえ！ちゃんと答えろ。やめろ。まあ。聞きたてけ。ママに聞く。ママ？待て！おいしま！やめとけ、いしま！あそこに骨入ったら生きて帰れねえんだぞ。ああ、いつ、笑ってやがった。あの野郎、コミジュがどこでバレたんじゃなくて、
あいつがコミジュルの。やつがコミジュルのメンバーか。なんだよ。どんどんやべえことになっちゃったじゃねえかよ。あいつはアーマって言ってたぞ。コミジュルの女がいるのか。そんなの知らねえよ。今そんなことどうでもいいだろ。一番一番見ろ見ろ。ありがとうございます。待った待った。わかった。
おうおう。おう。来たかい。おはようございます。おおきな、今日はもう見せしまいだよ。おーい、上のみんなも一旦出てっておくれ。今から掃除が入るよ。みんな夕方まで出かけてな。Doesn't want to touch the tissues. Probably know what it is on that.Ah, those bastards.厳密には法に触れてるが、
昔からの習慣で警察も目をつぶってる部分さ。ここが犯罪の温床になっているって主張してグレーゾーンに切り込んだのやつらさ。ブリーチってのは脅迫って意味だよ。グレーゾーンに脅迫か。横浜だけじゃなく全国に支部が。でそのブリーチジャパンの設立者が青木亮だ。青木亮、今の東京都知事だよ。それって町の浄化作戦をやったと言っている。確か神室町産経作戦。分かってるじゃねえか。青木亮は時代の寵児になってテレビや雑誌に引っ張りだもん。今じゃ東京都知事だ。政界に進出するタイミングでブリーチジャパンの代表は降りたが、今でも青木のクリスマスは覚えちゃっていない。だからあんなに若者が集まるんだ。もしかしてあいつらがここに集まった理由ってのは。Well, I wouldn't say brainwashed. Well, it can be a job too, but it's really up to them. Damn, you got scared. なぜ飲食店として営業許可を取ってるんですか。やましい気持ちがあるからでしょう。守るもののためには仕方ないときもあんだ。守るものとは何ですか。借金の返済日ですか。ローンの支払いですか。バカ野郎、お前ら体張る女たちを何だと思ってんだ。病気の親を面倒見る娘もいりゃ、幼い子供を抱える母だっていいんだよ。みんな、ここが最後の砦になってんだ。聞きましたか、皆さん。犯罪で稼いだお金で我が子を育てる女性がいるそうです。その子が将来親の仕事を知ったらどう思うでしょうか。深く傷つき親を恨むでしょう。職業なんて関係ねえ。どんな夢を持ったって幸せになる子はなるんだ。じゃあ連れてきてくださいよ。風俗嬢を親に持って幸せだってお子さんを。いちいち上げ足とんじゃねえ。さっさとここから消えな。ほらいないでしょ。風俗嬢を親に持って幸せな子供で。 Imagine he's one of the customers too. That'd be hella funny.
なあ。Trust Fellas.10,000 each. Oi, oi, Mata. Oi, yeah, Soka.Why do they have all the same animation? Let's try this.Okay, that was cool. Doesn't he have more damage if I'm behind him? しかしかし、ブリーチジャパンがここまでする連中だったとか。ひでえな。やつらの目的ってのは、本当にグレーな部分をなくすことなのか。あの連中の大名名分は立派でも、本音は支援金もらうのが目的なんだろうね。大名名分があるとはいえ、やってることは結局いじめさ。嫌な時代だね。
さてと。すっかり遅くなったし、帰る帰るか。ああ悪いね、二度も助けられちまって。どういたしまして。また明日用事が必要な時は呼んでよ。Don't forget 5,000 yen. Homeless. Homeless. But.別に私はお一人して誘ってんじゃないんだよ。Always appreciate what you have.だよそれ。またバカなことやっちまったな。
護者いいじゃないか。看護師は無理でも、また新しい目標だってできるだろう。かかんねえんだよ、今ね。どういう一番は、なんか目標があるのか。わかんねえ。ずっと追いかけてきた背中が目の前から消えちまったんだ。俺はその背中しか見てこなかったから、他のことだって。組長さんとか。なんだってできるだろう。ただ単に言うなよ。もう40超えたぜ。お前さっき俺にはずいぶん簡単に言ってくれてきてるよ。だ悪い。目標評価一番よ。お前子供の頃何になったかった。Don't say that.Imagine these last breaks.